このようなお手紙を差し上げることは、ご自身の深い御恵みを秘密になさってこられたあなた様にはきっとご迷惑なことかもしれません。でも今の私は心からお礼を申さずにはいられないのです。長い間いつも心傷つき、寒さに震え、お腹を空かせてきた私とベッキーに素晴らしい幸せを届けてくださったあなた様に、せめて感謝の一言を申し上げることをお許しください。ありがとうございました。そしてお体を大切にと。屋根裏の少女より、まだ見ぬ親切な魔法のお友達へ、はあ、いや、素晴らしい手紙だ。それにこの少女がこれほど私の気持ちを読み取ってくれていようとは。ラムダス、私は今ひどく混乱しているのだ。カーマイケル弁護士がパリで探し出したラルフ・クルーの娘、もし私が心に描くような優しい娘でなかったとしたら、それでも私はその娘に親切な魔法使いでいることができるだろうか。分かってくれ、ラムダス。正直言って私はパリから来る娘に会うのが怖いのだ。いや、心の一部ではその娘が見つからなかった方がいいとさえ思っているのかもしれん。ご主人様。はあ、分かっている。また私の心の病だよ。きっと私はお前から聞いている隣の屋根裏の優しく気の毒な少女にラルフの娘のイメージを勝手に重ねてしまったのだ。そう、私は二人が同じ一人の少女だったらどんなに嬉しいことだろうと、そんな馬鹿げた幻想を抱き続けてきたのだよ。だがその馬鹿げた幻想も、間もなくカーマイケル弁護士が連れてくるラルフの娘が打ち壊してくれることだろう。ラムダス、港への迎えを頼むぞ。はい、ほどなくカーマイケル夫人とお子様たちも馬車でお見えになるはずでございます、うん、それドナルド、気をつけて。大丈夫だよ、早く早く。あ、
やあ、お待ちしていましたよ。さあ、どうぞ。まこんにちは、クリスフォードさん。ドナルドったら、ご機嫌いかがですかってそう言うのよ。え、どうして？これこれ、二人とも。ドナルドにジャネット、二人ともよく来てくれたね。君たちが来てくれると私も元気になれるよ。でしょ？だから僕今日は本当は港までパパをお迎えに行きたいんだけど、お姉さんと一緒にここでクリスフォードさんのお相手することにしたんだよ。ドナルドったら。そら二人ともご苦労さんだったな。では迎えの方はあなたとラムダスに願うとするかな。承知いたしました。じゃあ二人ともおとなしく待ってるのよ。うん、大丈夫だよ。では。それ！いってらっしゃい。ねえねえ、クリスフォードさん、パパがパリから連れてくる女の子ってどんな子だと思いますか？これは難しい質問だな。ドナルド、そんなことわかるわけないじゃない。だって僕、どうせお友達になるんならあのマッチ売りの少女みたいな優しい人がいいもの。おお、マッチ売りの少女などに知り合いがいるのかね。ええ、前から知っているとてもかわいそうな女の子なんです。お父様もお母様も亡くなってしまったらしいんです。でもお母様のお話だとお育ちが良かったに違いないんですって。おお。その子がね、こないだ馬車で通ったら雪の中でマッチ売りをしてたんです。それで僕マッチを買ってあげたんですよ。ほほう、それは関心なことをしてあげたね。で、そのマッチ売りの少女はなんていう名前なんだね。それがわからないんです。うん、じゃあ住んでいるところは。それもわからないんです。わからない。ええ、あれからもう一度馬車で同じところを通ったんですけど、その時はもう別の女の子がマッチを売っていて。うーん僕たち心配してるんです。あの女の子に何か変わったことが起こっちゃったんじゃないかって。うん、なるほど。言われたとかで、お嬢様のこのお部屋には石炭を十分炊くようにですって。まあ、みんなお天気でも変わるみたいに急にお嬢様に対する態度が変わってしまって、きっとあの魔法使いさんからの小包みのおかげです。そうかもしれないわ。でもよかったですわね。この雪では暖炉の引き出しじゃそれこそ凍えてしまうところでしたもの。あら、あそこに何かいるわ。え、まさかシーザーが一人で外に。猫じゃないわ。そうだわ、もしかしたら。なんですって？ベッキー手伝って。あ、はい、お嬢様。それでスーリャが逃げ出したのね。
そうそう、そういえばさっきお隣から馬車が出て行ったようですが。まあ困ったわね。どうしましょう、ベッキー。お嬢様、とにかくお猿を温めてやりませんと。え、このお猿。いいわ、後で私がお返しに伺うから。そんな、もしこの学院の中でお猿を抱えて歩いてるところでも見つかってごらんなさいまし、院長先生にどんな目に遭うか分かりませんですよ。そうね、でもいつまでもここに置いとくわけにはいかないわ。なんとかしてお返ししなくては。本当に。慌てなくても馬車は逃げたりはせんぞ。やれやれ。ラルフの娘か。パリよりただいま戻りました。お前たちは下がっていておくれ。え、あなた。実はお詫び申さねばならぬことが起こりまして。先日パリよりラルフ・クルーシのお嬢さんが見つかったこと、およびそのお嬢さんを連れて帰る旨手紙でご報告いたしましたが、帰国直前になって。人違いだったのかね。はい、それまでにもパリ中の寄宿学校を探し尽くしたのですが、残念ながらクルーシのお嬢さんに該当する女性とは発見できなかったのです。覚悟はしていたよ、カーマイケル君。覚悟は。大丈夫だ。私の神経はまだ耐えられる。多分こうなることを予想していたためだろう。こうなることを。Yeah.
嬢様、お猿をこのカゴに入れて私のショールで覆って隠すんでございます。ありがとう、ベッキー。今なら大丈夫でございますよ。はい、そこまで。次は歌の練習ですよ。あ、ラビニアさん、私のお部屋から楽譜を取ってきてくださる？はい、アメリア先生。大丈夫でございますよ。ありがとう、ベッキー。クリス・フォードさん、実はフランスからの船の中でずっと考えていたことがあるのです。我々は亡くなったクルーシの奥さんがフランス人だったということを手がかりにパリを探してきたわけですが、もう一つ重大な手がかりを忘れていたのではないかと。そうです、クルーシが生まれたこのロンドンですよ。改めてロンドンの学校を探してみるのです。ロンドンにはたくさんの寄宿学校があります。そう、そういえばこの隣も寄宿学校でしたね。そうだ、隣には今私の心を大きく占めている少女がいる。は？だがその少女は生徒ではない。貧しい陰りのあるメイドの少女だ。あのラルフ・クルーの娘などでは到底ありえない子なのだ。残念なことだがね。なるほど、そうだったのですか。突然お伺いして、実はこちらの猿が私の屋根裏部屋に逃れてきたので。言葉が通じないのね。ナマステ。おお、ナマステ。あ、君じゃないか。あなたは。驚いたな、一体どうしてこの家へ。お、これはお隣の屋根裏のラムダスさん。今そちらの窓から逃げてきたスーリアをお届けに。あ、スーリアを。スーリア、ほら。ご主人様、お隣の屋根裏に住む例の方がお見えになっています。お会いしてぜひ今までのお礼を申し上げたいと。通してくれたまえ。
今すぐにだ。承知しました。はじめまして、クリスフォード様。あれほどご親切をいただきながら、こんな形で突然お伺いしたことをどうかお許しください。立派な挨拶だ。とてもメイドとは思えん。本当に、いや、私の方こそ丁重な手紙をいただいたお礼を申さねばなるまい。ところで、君はインドの言葉を知っているそうだが。はい、挨拶だけは。ずっとインドに住んでおりましたから。え、インドに？はい。マイケル君、私には危険。君が聞いてくれたまえ。この子の名前をだ。君の名前は？セーラ。セーラ・クルーです。え？この子だ。はあ、この子がラルフの娘だったんだ。天使のような少女の輝きがみんなの心を明るくします。新番組、愛少女ポリアンナ物語、新春からスタートです。次回、小公女セーラ、ミンチン院長の後悔、お楽しみに。くじけた。